ご視聴いただきありがとうございます。これから数回に分けて大黒湯鉄道の魅力を列車別にご紹介してまいります。2020年代の大黒鉄さんは、日本のちょうど昭和40年代から50年代にかけての国鉄末期の頃によく似ています。タイでは高速鉄道が未整備で、全国の在来線に長距離の夜行列車や客車列車が多数運行されています。今回ご紹介するのは、タイ国鉄さんの最新型夜行客車の1100系列です。2016年中国製で、日本で例えると24系25型ブルートレインとよく似た役割の夜行専用の最新客車です。食堂車も連結しています。日本では A 個室寝台にあたる一等個室寝台に乗車した際の映像からスタートいたします。どうぞごゆっくり夜行列車の旅をお楽しみください。乗車した列車は東北線第25列車コーン県うどん谷方面へ参ります。ノンカーフ行きです。動画のご視聴誠にありがとうございます。一応2段式でですね、上段への階段はしごはこれです。で、中国製の車両ですが、中には合格と書いてあります。合格。各寝台にモニターが準備されていて、いろんなチャンネル、これなんかドラマだと思います。確かタイ国鉄のホームページ広報もあったと思いますね。これですね。お、寝台、 B 寝台もね、すごく快適ですね。これはいいです。私も乗りますけど、ステップの作りがね、すごくよくできてるんですよね。プレス2クロス、プレス2オープン&ドアステップ。これですね。隣はエウゴン・ラチャターニュークですね。閉めますよ。ウエスティクロス。さすが新型。
本日もタイ国鉄のご利用ありがとうございます。この列車は東北線に入ります。寝台特急第25列車、高温圏うどん谷方面、ノンカー行きでございます。本日列車は12両連結しております。前の方から1号車、2号車の順で、一番後ろが12号車でございます。一番前の1号車は電源荷物車でございます。中ほど7号車は食堂車でございます。7号車の食堂車は営業開始前の準備中でございます。準備整い次第放送にてご案内をいたします。今しばらくお待ち合わせください。一番後ろの12号車は一等 A 個室寝台車でございます。2号車から11号車まで7号車を除きます各車両は開放型 B 寝台車でございます。本日多くのご予約をいただいております。お手元の乗車券に記されました指定された寝台にお入りください。お間違いないようご注意ください。現在車掌が各車両を車内改札にお伺いしております。また車内係の者が各寝台をベッドに転換する作業を行っております。係がお伺いしました際はご協力をお願いいたします。それではこれより止まります駅到着予定時刻をご案内してまいります。ただいま列車はバンコク中央駅ファラポン駅を20時ちょうど定刻に発車しております。次はバンスーです。20時20分、アユタヤ21時41分、サラブリー22時23分、健康医22時33分、ブアヤイ日付変わりまして2時40分、ブアヤイからコラート方面を乗り換えのお客様、5時50分の始発列車がございます。時間ございますので待合室にてお待ちください。ブアヤイを出ましてマンググローン3時17分、バンプール3時43分、高温圏4時17分、高温圏には4時17分の到着予定です。続きましてナンパング4時47分、クムパワーピー5時24分、うどんタニーには5時53分、うどんタニーには5時53分の到着予定でございます。うどんタニーを出ますと次は終点のノンカーイ、ノンカーイでございます。終点ノンカーイの到着予定は明朝6時45分、終着ノンカーイには6時45分の到着予定でございます。終点ノンカーイからラオス方面お乗り換えのお客様、7時30分の列車がございます。約45分の待ち合わせ、7時30分の発車でございます。ラオス方面へお乗り換えのお客様は出国手続きをお済ませの上列車をお待ちください。本日もタイ国鉄ご利用いただきましてありがとうございます。東北線寝台特急25列車ノンカー行きでございます。กรุงเทพซึ่งเป็นสถานีปลายทางก่อนที่ท่านจะลงจากขบวนรถโปรดตรวจสอบสิ่งของมีค่าและสัมภาระของท่านนำลงให้ถูกต้องและครบถ้วนค่ะการรถไฟแห่งประเทศไทยขอขอบคุณผู้โดยสารทุกท่านที่ใช้รถไฟเป็นยานพาหนะในการเดินทางขอให้ผู้โดยสารทุกท่านเดินทางสู่จุดหมายปลายทางโดยสวัสดิภาพและหวังเป็นอย่างยิ่งว่าการรถไฟจะได้มีโอกาสรับใช้ท่านอีกขอขอบคุณค่ะ attentionNext stop, Bangkok Railway Station. Which is the destination? Please check your valuable items and your belongings before leaving the train. On behalf of State Railway of Thailand, all the attendants would like to thank you.
for using our service and we hope to serve you again. Thank you very much.まもなくサラポーン到着、30分の遅延です。蒸気機関車も走ってます。これどうもディーゼルらしいんですけど、こちらでは大国鉄の広報ビデオ、これも見ないといけない。でも個室寝台ですから電気を消すと夜景が楽しめます。
室寝台車のシャワーをちょっと見てみましょう。こちらにお手洗いスペース、男性用小便器1つ、洋式が2つ、ここが一番列車の最後尾になります。その手前にシャワーがあります。中はそんなに広くはありません。ボディーソープとシャワーは、シャンプーは、備え付けがあります。そして、中に入りますと洋服を置くスペースはどこにもありません。ここに金具があるだけです。これにぶら下げるしか方法はありません。シャワーですけれども、パナソニック製の、電気の湯沸かし器がついています。私先ほど入ったんですが、ちょっと操作がよく分かりにくかったんですけれども、この湯沸かし器の下の方、ここに蛇口があります。これでこの、つまみで水量が調節できます。ここでも、調節ができます。これが、はい、これロー、ウォーターボリュームと書いてあります。で、肝心の湯沸かし器操作方法は、まあ、ここに、温度40度と書いてあります。下の方に時刻で、スイッチはですね、ここにあります。これを押すと、今切れましたけれども、押すとオンになります。で、あと蛇口をひねると自動でついてお湯が出ます。まあ、あんまりそんな湯量も多くはないですが、あるとないとでは全然違います。大変快適でした。